はい、こんにちは。セーラー義塾講師畑野です。よろしくお願いします。今回条約改正の2回目です。明治21回目になりました、前回までのところで岩倉使節団寺島宗則井上馨の外交までありました。で、井上馨の場合は極端な欧化主義と言って批判されたりもしましたが、別名、六名館外交とも言います。この六名館ね、日比谷にあった六名館で外国人の接待をしていたと。はい、六名館外交です。ところが何事件で、辞任するきっかけになったかというと、ノルマントン号事件ですね。内容はよろしいでしょうか。ノルマントン号、イギリスの船が日本人の乗客を乗せたんですけれども、イギリス人の船長がそれを、見殺しにしてしまったと。しかし、イギリスの法にのっとって裁判をされるので無罪になったという事件でした。ノルマントン号事件です。はい、で今日やるのはその続きの大隈重信、それからで青木修造、さらに陸奥宗光、小村寿太郎です。で、小村寿太郎のところで、完全自主権が完全に解放します。関税自主権が完全に回復されて、不平等条約の撤廃に成功するということになります。はい、では大隈重信行きましょう。で、大隈さんの時やったのは、実は改正条約、ね、調印に成功していくんですよ。で、しかもちょっと考えたのが、アメリカ、ドイツ、ロシアとか比較的その改正に好意的な国から順番に交渉をしていたと。しかしです、はい、ここです。この改正条約の内容として、大審院に外国人の判事を任用してもいいよっていうことが盛り込まれている。で、これ何を意味するか、大審院といえば今でいう最高裁判所です。そこに外国人の判事を使うということは、結局その最高裁の裁判官が外国人であるということなので、言ってみれば結局外国人によって裁かれてしまうから日本に不利であると。で、これが発覚したら、やはり政府内外に反対論が起きますよ。で、そうこうしているうちにですね、実は1889年に大隈重信はこの現用者に所属する青年によって負傷させられる、足をちょっと義足じゃないと生活できないような状況になってしまった。で、現用者は、改正問題で政府を攻撃している反政府団体です。でよって、こんな事件が起きてしまったので改正は一時中断となります。で、次青木修造の時代に入るんですけれども、ここで一旦ですね、この吹き出しの中を見てみましょう。当時そのさっきアメリカ、ドイツ、ロシアとか好意的な国からとかって言ってましたけど、あと一番結構最難敵って呼ばれていたのがイギリスなんですよ。イギリスと条約を改正するのがちょっと難しい。で、なんでかというと、イギリスと日本は結構まだ敵対関係になってたからです。ところがロシアがここに青い線で置きましたけど、シベリア鉄道の建設を始めるんです。なぜかというと、ロシアがこのアジアの方に、南にね、その領土を増やしたいというふうに進出を目論んで、シベリア鉄道の建設を始めています。で、その動きをイギリスは警戒しているといった背景もあって、実はこの頃になるとイギリスと日本がやや仲が良くなってくるんですね。なので青木修造がイギリスと交渉した結果、前向きに考えてくれるようになりつつあった。ところがまた事件、1891年大津事件が起きました。これ何かというと、大津というのは、滋賀県ですね。日本の滋賀県です。滋賀県にそのロシア皇太子がちょうど来日していていたところを、この津田三蔵という巡査が襲ってしまったと。はい、で、こういった事件が起きたので青木修造も辞任することになりました。はい、その後を次いで、メインのところだけ言ってますが、次が陸奥宗光です。陸奥宗光、この人は伊藤博文内閣、第2次伊藤博文内閣の外務大臣で、名前としてはこの後である日清戦争の時にも活躍した人で有名なんですけど、日清戦争は1894年から始まりますが、この条約改正の話も1894年です。ですが戦争よりは、新戦争よりはちょっと前の話です。
はい、で陸奥宗光は、ですね、国内の中の自由党がですね、条約改正に対してこう援助をしてくれた、反対派から少しこう賛成に回るような形で援助してくれたので、比較的楽に改正の交渉をすることができました。で結んだ条約が日英通商公開条約、通商公開条約で、内容としては領事裁判権を回復します。それから関税自主権の関税の率も少し日本にとっては緩くなると、一部回復しました。で最後です、先ほど言ったように小村寿太郎の人が関税自主権を完全に回復したと。でここをもって不平等条約の改正が完了しましたよというふうに言われています。はい、で、まあ、センター試験とか、私立大学、国公立大学の、ね、試験なので条約改正を通るとしたら、やはりまずこのメインとなっている、まあ、赤で囲ってある人物を順番を覚えておいてほしいです。はい、であとはその途中に出てきたこの事件がいくつかありますので、ここは必ずこの人名と事件で、この大津事件の場合は津田三蔵とか、この名前まで覚えておけるといいでしょう。はい、といった形で条約改正はここまでになります。で、一方でここで日清戦争が始まるよと言ったように、また政治の日本国内の話もどんどん進んでいきますので、それを学習したらその年表と今やった年表が同じように進んでいけるように、1897年日本国内は大津事件以外に何が、誰が政治をして何があったのかとか、伊藤博文の二次内閣、何やったところだったっけとかっていうところをまあ整理をして、いろんな視点からねこの時代を捉えるようにしていくと、より学習が深まると思います。というわけで今回は以上です。ありがとうございました。